ダニエル・バレン・ボイムはアルゼンチン出身のユダヤ人ピアニスト、指揮者。現在の国籍はイスラエル。ベートーベンのピアノ・ソナタ全32曲の録音を2020年現在までに5回残している唯一の現役ピアニストである。ロシア出身のユダヤ系移民を両親として生まれる。5歳の時母親にピアノの手ほどきを受け、その後は父エンリケに指示。 両親の他にピアノの指導を受けてはいない。少年時代から音楽の才能を表し、1950年8月、まだ7歳のうちにブエノスアイレスで最初の公開演奏会を開いてピアニストとしてデビュー。1952年に家族を挙げてイスラエルに移住。2年後の1954年夏、両親に連れられザルツブルクで イーゴリ・マルケビチの指揮法のマスタークラスに出席。同年夏、ビルヘルムフルト・ベングラーを訪ねる。その他イタリアで当時無名で友人のクラウディオ・アバドと一緒にフランコ・フェラーラの指揮クラスにも出席している。1955年にパリで火星と作曲をナディア・ブーランジェに指示。1952年にウィーンとローマにおいてピアニストとしてのヨーロッパデビューを果たす。 1955年にはパリ、1956年にはロンドンにデビューしており、1957年にはニューヨークのカーネギーホールでレオポルド・ストコフスキー式シンフォニー・オブ・ジェアーの元、プロコフィエフのピアノ競争曲第1番を弾いてオーケストラデビューを果たす。その後は欧州、米国、南米、豪州、極東の各地で定期的に演奏会を行う。 彼はすでに21歳で、ベートーベンのピアノソナタ全32曲を公開演奏している。ピアニストとしての名声を確固たるものとした後、1966年からイギリス室内管弦楽団とモーツァルトの公共曲録音を開始し指揮者デビューを果たす。1970年代からは、欧米各地の公共楽団から指揮者として招かれる。 1975年から1989年までパリ管弦楽団音楽監督に就任し、ドイツ・オーストリア音楽や現代音楽を積極的に取り上げるが、同楽団の低迷を招いたとマスコミから攻撃されるなど評価は必ずしも芳しくなかった。しかし、フランスものに偏らないプログラムを演奏したり、団員と積極的に室内楽を演奏するなど、良くも悪くも、 フランスのオーケストラだった同楽団をよりインターナショナルな団体へと脱皮させたのはバレンボイムの功績といえる。1991年よりゲオルク・ショルティからシカゴ公共楽団音楽監督の座を受け継いでからは卓越した音楽能力を発揮し、現在は世界で最も有名なラーツワン指揮者の一人として知られている。ヘルベルト・フォン・カラヤン。 レナード・バーンスタインから近年のギュンター・バントやカルロ・マリア・ジュリーにガリー・ベルティーニに至るまで第二次大戦後に活躍してきた指揮界の巨星が相次いで他界した後の次世代のカリスマ形式者の一人として世界的に注目と期待が集まっている。なお2005から2006年のシーズン終了後のシカゴ交響楽団音楽監督を退任。 2009年及び2014年の元日には、ウィーンフィルハーモニー還元楽団のニューイヤーコンサートを指揮した。また、2019年には指揮者、デビュー50年に際しベルリンフィルハーモニー還元楽団の名誉指揮者の称号を授与された。名誉指揮者の称号が与えられるのは、ベルリンフィルではバレンボイムが初めてである。オペラ指揮者としては、1973年に、 エディンバラ音楽祭において、モーツァルトのドン・ジョバンニを指揮してデビュー。1981年には、バイロイト音楽祭に初めて招かれた。その後も1999年まで、毎年バイロイトで指揮を続け、ニーベルングの指輪全曲、マイスター・ジンガー、および二度のトリスタンの各々の新演出を任された。この間ジェームズ・レバイン、 ジュゼッペシノーポリラと共に音楽祭の中心的な指揮者として活躍した。1990年より新設されたパリオペラバスティーユの音楽監督に就任予定だったが直前に解任されスキャンダルとなった。1992年からはベルリン国立歌劇場の音楽監督に就任し現在まで継続している。さらに2007年より ミラノ・スカラザのスカラザのマエストロという音楽監督不在の中の事実上の主席客演指揮者に就任。2007年の開幕で指揮を取った。2012年から2017年までスカラザの音楽監督、バレンボイムは二度結婚している。最初の相手はイギリスのチェリスト、ジャクリーヌ・デュープレであった。デュプレは才能に恵まれながらも多発性硬化症の発病により、 悲劇的にも突然に音楽家生命を断たれている。二度目の相手はギドン・クレーメルの前妻でユダヤ系ロシア人ピアニストのエレーナ・バシュキロワーである。二人はデュープレの裁判年にはパリで同性生活に入っており、二人の子を設けていた。バレンボイムとエレーナ夫人の正式な結婚は1988年に行われた。 その国籍にもかかわらず、リハルト・ワーグナーや、リハルト・シトラウスのように、イスラエル政府から、ナチス寄りと認定された、作曲家の解釈に本領を発揮しているが、これはバレン・ボイムがフルト・ベングラーに脂肪し、その後継者たらんとしてきた姿勢によるだけでなく、ヤッシャ・ハイ・ヘッツや、ロリン・マゼール、レバインなどのアメリカのユダヤ系音楽家。 あるいは同じくユダヤ人のショルティが一般に新ドイツ学派を得意のレパートリーとしている、風潮とも合致している。当時オーストリア支配下にあり、新ドイツ学派の創始者リストの記事でもあるハンガリーに生まれ、初老期までドイツ国籍だったショルティは少し事情が異なる。一方で、民族的出自であるロシア物の,のレパートリーは同じく他国で生まれたユダヤ系ロシア人であるバーンスタイニア、 アンドレ・プレビンに比べてもさほど比重が大きくない。ベートーベンやブラームス、ブルックナーの公共曲を得意とする。短期間に膨大な演奏や録音をこなすことでも知られる。ジョージアンプでピアノ演奏できる曲目は300曲を超えると言われている。日頃の日程を追いかけてみると、ニュルンベルクのマイスタージンガーやドン・ジョバンニを練習番号を含む。 完全アンプで指揮した翌日にはすぐ、ベートーベンのソナタ全曲演奏や、ピアノ競争曲全曲演奏などに入っていて、それが終わるや、否や、直ちに、ニーベルングの指輪全曲をアンプで指揮するような、超過密スケジュールである。ベルリン芸術週間において、シュターツカペレベルリンとブルックナーの公共曲を連日、演奏したこともある。大量の録音を行い、市場が縮小した今日においても、 定期的に新譜を出せる数少ない指揮者である。最初の録音は1954年に行われた。その後、モーツァルトのピアノ・ソナタとピアノ競争曲のいずれも全曲録音を完成させたほか、オットー・クレンペラー式によるベートーベンのピアノ競争曲、ジョン・バルビローリ式によるブラームスのピアノ競争曲、ピエール・ブーレーズ式によるバルトークのピアノ競争曲を録音した。 ベートーベンのピアノソナタ全集だけでも、現在までに5回の録音や映像がある。ただし、ピアノから式に半分転じたのが早かったため、アンプした曲目は多くても、時代の広がりは狭い。パリ管音楽監督時代、ドイツグラムフォンに録音したラベルトとビュッシーは、評価が高い。シュターツカペレ・ベルリンとベートーベンの公共曲全集を、 シカゴ公共楽団とブラームスの公共曲全集を、シカゴ公共楽団及び、ベルリンフィルハーモニー還元楽団とブルックナーの公共曲全集を、それぞれ完成させている。ブルックナーに関しては、シュターツカペレ・ベルリンとの3度目の全集が、進行中である。モーツァルトのダ・ポンテ3部作を、過去2回録音し、特に後者のテルデックへの録音は、 あとの一連のワーグナー作品収録音へとつながる。バイロイト祝祭還元楽団とニーベルングの指輪、ニュルンベルクのマイスタージンガー、ベルリンフィルハーモニー還元楽団とトリスタントイゾルで、シュターツカペレベルリンとローエングリーン、タンホイザー、サマヨエル、オランダ人をテルデックへ、ほぼ一年ごとに録音を行っている。現在はバロンボーイムマエネと名付けられたピアノで公演を呼び、 録音を行っている。一連のレコーディングで評判を上げた前には、現在スタインウェイから独立している。バレンボイムは、イスラエルによるヨルダンガー西岸地区やガザ地区の占領に批判の声を上げ続け、今やイスラエルがある民族のアイデンティティと戦うことによって倫理的な柱を失いつつあると述べた。2003年には、イギリスの音楽評論家、 ノーマン・レブレクトによる取材に応じて、イスラエル政府の動向を倫理的におぞましく、戦略的に誤っていて、イスラエル国家のまさに存在を危機に陥れる姿勢で、あると求断した。バレン・ボイムは、パレスチナ人との連帯の意思表示として、イスラエルのユダヤ人入植地、とりわけヨルダン川西岸地区において、演奏活動を行ってきた。1999年には、 親しい友人でパレスチナ系アメリカ人学者のエドワード・サイードに共鳴し、ウェストイコールイースタンディバン管弦楽団の創設に加わった。これは毎年イスラエルとアラブ諸国の才能あるクラシック音楽の演奏家を集めて結成されるオーケストラである。同管弦楽団が結成された際、指揮者選びをめぐって楽団員が休合した時、 アラブ側を納得させるために担ぎ出されたのが他ならぬバレンボイムであった。これはバレンボイムがたびたびイギリスやアメリカにおいてパレスチナ寄りの発言をしてきた過去や歯に衣着せないイスラエル政治批判エドワード・サイードとの交友関係イスラエル本土での演奏よりもイスラエル占領地区での積極的なエモン演奏がアラブ側に評価されてのことであった。 バレンボイムとサイードの二人は、この活動に対して、諸国民の相互理解の向上に寄与したとして、2002年に、スペイン王室より、アストリアス公報称プレムオスプリンシペイでアストリアスを授与された。バレンボイムとサイードの協調パラレルズパラドックスは、ニューヨークのカーネギーホールでも用された、連続公開討論に基づいている。2001年7月7日、バレンボイムは、 エルサレムにおいてイスラエル音楽祭の一環としてベルリン国立歌劇場を指揮してワーグナーのオペラトリスタンとイゾルデの一部を上演した。場内は騒然となりバレンボイムは数名のイスラエル人からファシストのレッテルを貼られた。イスラエルにおいてワーグナーの音楽はタブー視されている。理由としてはかつてユダヤ人殲滅を主張していたヒトラーがワグネリアンであり、 バイロイト音楽祭に足を運ぶなど、アーリア人の文化的優越を宣伝するために、ワーグナーを利用したこと、また、ワーグナー自身も、ケイ・フライゲダンクというペンネームで表した、音楽における、ユダヤ性において、メンデルスゾーンなどのユダヤ人音楽からに対する、差別的抽象をしていたことなどが挙げられる。しかし、ワーグナーは、多くのユダヤ人と信仰を結んでいた。なお、トスカニーにも、 イスラエルでワーグナーを指揮している。トスカニーニは1938年4月24日と4月25日にテルアビブとイエルサレムでパレスティナ交響楽団を指揮。ローエングリーンの第1幕への前奏曲と第3幕への前奏曲を演奏した。演奏中に雨が降り、トスカニーニが神が雨を降らせたのだと言ったとされる。2005年9月。 イスラエル陸軍ラジオの記者に対し、軍服を着た者とは話したくないと、インタビューを拒否したところ、イスラエルの教育大臣はバレンボイムを、本物の反ユダヤ主義者だと非難した。2008年1月、パレスチナ自治政府から、名誉市民権を与えられた。2009年1月、まさにイスラエルの2008年から2009年、ガザ侵攻の最中に行われた。 ウィーンフィルのニューイヤーコンサートにおいて、指揮者バレンボイムは、2009年が世界平和の年になるように、中東で人間の正義が行われるように、私たちは期待しますと、英語でスピーチした。これに先立ってバレンボイムは、声明を発表し、私たちユダヤ人は、向こうの民の虐殺が、どれほど非道で、許せないものかを、 の誰よりも痛感しているはずだとしイスラエルに対してより賢明な行動をとパレスチナとの共存を訴えたイギリスのガーディアン氏は勝利の幻想と題してその声明の全文を掲載した2004年5月バレンボイムはクネセトのセレモニーにおいてウルフ賞芸術部門を授与されたこの気を捉えてバレンボイムは政治状況について 次のような持論を唱えた。これによって、イスラエルの元首と数名の国会議員から名指しで、非難された。ありがとうございます。